エクストリーム出社協会の共同代表エクストリーム出社は早朝から観光、海水浴、登山などのアクティビティをこなした後、帝国までに出社をするエクストリームスポーツ。また、リフレッシュを主目的としてレジャーを楽しむ早朝から出社までのプロセス。この場合、スポーツとしての競技性は伴わない。エクストリーム出社のプレイヤーは、 一般的な通勤者と区別して出社ニストと呼ばれる。エクストリーム出社は出社することを目的としており、ゴールまでのプロセスについてユニークさや華麗さが競われる。エクストリーム出社は基本的に平日の出勤日、起床してから勤務先の出勤時刻までの時間帯に行われる。エクストリーム出社中のアクティビティとして何をするかは規定がなく観光、グルメ、 キャンプ、スポーツ、史跡巡り、料理など様々なことが行われる。ユニークで、非日,日常性をより強く感じられ、リフレッシュ効果が高いものほど良いとされる。ルールは、遅刻は失格であること以外になく、注意事項として他人に迷惑をかけないということが第一に説かれている。なお英語に直訳すると、A、エクストリーム、コミューティングとなるが、 これは片道90分以上かかる長時間通勤のことを指し、日本語とは意味が異なる。エクストリーム出社は天山土台と椎名高彦によって考案された。ストレスから出社拒否になりかけ、出社までの時間潰しに街をうろついていたところ、それが習慣となったというエクストリーム出社の方がとなる天山のエピソードをもとに椎名が 早朝にレジャーを全力で楽しんでからする特別な出社をエクストリームスポーツとして定義したことから誕生した。命名は甘谷による。発案者の二人により、早朝から鎌倉観光と海水浴をしてから出社、箱根湯本温泉での朝風呂に入ってからの出社、高尾山に登り日の出を見てからの出社といったエクストリーム出社が決行され、 その要素がまとめられたトゥギャッターからネットで話題になり、ラジオ、新聞、雑誌、テレビなど多くのメディアで広く紹介された。メディアに取り上げられた要因として、奇抜なことをしているということ以外に、早朝から活動をすることによるリフレッシュ効果など、肉体的、精神的なメリットに注目が集まったことも挙げられる。そのため、究極の朝活とも呼ばれる。 朝活とエクストリーム出社の違いは、朝活の目的が、スキルアップ、自己啓発、人脈づくりなど仕事に役立つことにあるのに対し、エクストリーム出社の目的は観光、レジャーを通したリフレッシュとしている点にある。出社前に遊ぶことは、エクストリーム出社が提唱される以前よりすでに行われていた。代表的な例としては、朝にサーフィンをしてからの出社や、 地方で開催されるライブを観覧した後に夜行バスを利用しての出社など。エクストリーム出社のオリジナリティは従来から行われていた早朝から出社までの一連の活動に共通のネーミングを与えゲーム性のあるエクストリームスポーツとしてパッケージングしたことにある。これにより今までエクストリーム出社をしていた人々が体験を共有し、 未体験の人が興味を持って始めるという循環が生まれた。エクストリーム出社誕生から数日後には、シーナ、アマヤ両名により、日本エクストリーム出社協会が設立され、1ヶ月後には、同協会主催で、全国一斉エクストリーム出社大会が開催された。大会には、約200名が参加し、エクストリーム出社を行い、出社の独自性を競い合った。 1> 第1回の最優秀賞に選ばれたのは日本一の段数を誇る医師団を往復してから出社した熊本県の男性会社員だった。会社に1分でも遅刻をしたら失格となる。ルールとして明確に定められているのはこの一点で注意事項として次の項目が挙げられている。ありがとうございます。